こんにちは。私が磯です。これですね。はい。70歳になりましたね。誰でも70になるんですけどね。はい。先行ったったってやつで。はい。66歳の時に外国大学行って英語の勉強会しまして、まあ、69歳で英検1級にも合格したということで、まあ、この動画作ってみんなで一緒にこう英語力アップということでやってるんですよね。で、まあ、一応この動画は私の社会貢献ということでやってますので、いろいろなことやってるんですけど、全部無料でやってます。はい。この動画ももちろんそうなんですけど、それ以外の点で、あれですよ、ズーム会議っていうのやってて、これはね、まあ、必然的というか、なんかがね、どうしても1級とか準1級目指してるとか、それ以上の方が大部分を占めてますね。もちろん3級とか、そういう初級者の方も来てるんですけど、ちょっと数はそっちの方が少ないですよね。で、まあ、日曜日の午後1時から2時間やったら、その次の週は、土曜日に飲み会をやるとね、飲み会やれっていううるさいのがいたからね、やったら面白かったから、ついつい私はこれはいいやって思って、それで一周飲み会やったら、土曜日飲み会やったら、次は日曜日に普通の2時間の会やって、次土曜日でね、土曜日の夜6時から深夜までという、もういや長女長丁場でね、やってるんですよね。で、そこではいろんなこと話出てきます。ということで、やってたんですけどね、最近は、まあ、もうちょっと初級者向けのこともやってほしいというようなことも、いろいろリクエスト来てたんでね、それじゃあ今度から、初級者、まあ、ほんのね、ズーム会議の方に初級者出てきてもでもいいんやけども、なんか出づらいということをよく聞きますんで、ね、それなら別途、初級者だけのセッション作ろうということで、毎週土曜日の午後1時から2時間、初級者のみを対象としたセッションをやります。セッションというかね、まあ、相談会というか、そんなんですよね。ズームによるもんですね。まあ、一応対象はね、もう全くのゼロから、だいたい中学生を目指すと。目標としては、英検3級合格、半年から1年以内に合格していただくという、それを目標に掲げてやってます。で、幸いね、ボランティアの先生方頼むよって募集したら、今のところ4名来られてるんですよね、ボランティアの先生ね。結構来られて。で、まあ、次、どれぐらいの方が参加してくるのかちょっとわからないけど、多分まあ10名前後じゃないかなと思うんですよね。ちなみにね、このズーム会議の方の始まりの方もね、最初はもうほんま5、6人やったんですね。それぐらいやってました。で、今はもう30人以上来るというような状態になりましたのでね。ですからこの英語初心者会、初心者会の方も、まあ最初は少ないと思いますけどね。まあそのうちだんだん多くなってくると思います。というか、少ない時来た方が得だよね。特に、ようさんおったらね、問題、ややこしになるけど、少ない方がやりやすいからね。で、まあ一応、やり方としてはね、まあ一応2時間設定してるんですけど、最初の方は私がまあちょっと話して、まあ20分ぐらいかな。20分か全然わかんないけど、それぐらいにしといて、で、まあちょっと質問を受けて、それから、一応先生、もし4人来られた場合は、部屋4つに割って、で、そこへそれぞれ2人か3人ずつ入って、生徒さん入っていただいて、そこでじっくり話を個別で聞いてもらえ、ほぼ個別に近い状態で聞けますのでね、そういうことをやってから1回部屋また割って、また全体で集まって話して、まあ終わりたいと、まあそういうふうに思ってます。で、まあ今後どういうふうにして運営していくかについてはね、これやってみないとわかんないんですよ、正直言いましてね。幸いね、協力していただける方で、神戸にお住まいの女性の方なんか、今は専門にこう初級者専門に教えてるって方もおられたんですよ。ですから、まあそういった方が来られたんでね、具体的なやり方もわかるかなと思います。まあいずれにしてもちょっとやってみないことにはわかんないんで、それをやりながら徐々にこう形を整えていきたいなと思うんで、まあ皆さんからね、リクエストとかそんなもあるはずですからね、その辺を聞きながら、まあ手探りでちょっとずつ作り上げていきたいなと思ってます。ちなみにね、飲み会の方も、自由に参加できるようになってますからね、初心者であっても。むしろ飲み会の方が初心者出てきたら面白いですよね。単に、やっぱりね、勉強だけガン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 やってるっていうのも、まあ、それはそれでいいんだけども、やっぱりどうしても詰まってくるってことありますよね。で、前回の、飲み会でも参加されてる方はそういうこと言ってましたでしょうね。もう今、英検の試験が近づいてきますよね。あと2週間ぐらいですか、2週間ぐらいだから、まあ、そういうののちょっと試験前の、こう、プレッシャーのり除くための、ちょっと気分転換いうことで出てきましたというような方もおられてましたのでね、やっぱりそういうことも大切ですよね、気分転換というかね、また全然違う人の違う意見を聞くっていうのもすごく参考になりますのでね、ちなみにね、
私は前営業の試験というのは準1級と1級しか受けたことないんだけれども、昨日、まあ、ちなみに1級はね、面接試験、4回落ちて5回目に合格、別じゃない、筆記試験はね、筆記試験4回落ちて5回目で合格で、面接試験は1回落ちて2回目で合格しました。1級の方はね、幸い準1級の方はね、ギリギリで1回で通ったんですよね。で、まあそんなんで、話してたら、いやほんでね、実は1級の試験って結構プレッシャーきついんかしてね、大阪の場合ね、一応4つの会場に分かれてやるんですよ。で、まあ私はいつも同じ会場でんですけども、そこ行きますと、1クラスね、17人で設定してるんですよ。どういう理由でそうなってるか知らんけど、で、大体いつもクラスで、だから3、もし前に来たら34人ってことなんだけども、実はね、毎回3人ぐらい休むんですよね。で、当然休む、試験日が分かってて休むっていうのは、別になんか事故でもあったかとかそういうんじゃないですよね。要するに試験近づいてくるとかなりのプレッシャーでもう行くの嫌になったってやめてしまうという、多分そういうことだと思うんですよね。でないとそのね、1万円なんぼかも金払ってて休むって変ですもんね。やっぱりもうプレッシャーに負けて、どうしても会場へ足が向かなかったという人が、1クラスに3人ということは、17人で3人ということは、何ですか、2割ぐらいですか、ごっつい数ですよね。もう英検がボロ儲けやね、金だけ取ってへんねんから、あんなことようやるなと思って、私なんかもう毎回、落ちましたけど4回行きましたからね。ちなみにその話をね、ズームの飲み会でやったら、準1級10回受けたいう方がおられまして、その11回目に合格したんだけど、その方が言ってましたけどね、前回受けた時ね、試験会場で突然キャーという叫び声が後ろの方で起こって、こんなにごてやったなったら、女の人がもうなんかこうノイローゼみたいになってこうおかしなって、で教室出て行ったって言うんですよね。そんなことってあるんですね。やっぱりこう、やっぱり試験のプレッシャーでもうこう出てわかんねえってなって、もううわーっとなったんでしょうね。まあそういう風になって大声上げて出て行った、女性の方がおられたという話ですから、まあそこまでね、命取られるほどのもんじゃないんだよね。そんなこと言ってたらね、昔の大学受験のことを話し思い出すんだけどね、猿、トリプル S、もう名前言うたら東京大学やけどね、その試験の時ね、私あれ、ひな壇式の試験会場になってるんですよ、入試の時ね、これ私じゃないんだけどね、ものすごい神経質なやつがおって、私、まあ、彼にその男の前の受験生がね、こうやって、こうやって叩くわけを机を、法令でも頭に来ちゃってね、その私の友達じゃないけど、もうガーッと身乗り出して、ひな壇の前のやつをガッ掴んで、ぐーっ、踊るやめんかいって、ボーンと掘り寄って、試験中に、ほうしたらもう試験官、ボーンいっぱいやってきてね、もうこれ二人とも、これもう、アウトにさせるか、退場させるかというような話になったけど、いくらなんでもそれはかわいそうやし、いうことで、で、まあ一応、まあ社内はもう、別にね、カンニングとかそんなんじゃないんだから、ほんなまあもう、試験やってください、言うて、それやってね。そしたら、こうやってガーッと、ガナった方の、これ私の友達やねんけど、そいつは合格しとって、で、前のやつで番号わかりますよね。番号見に行ったら、そいつ落ちとんで、かわいそうにね、イラ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 イってやっちゃってね、後ろから首つかまれて、ボーン掘られて、で、東京大学の試験失敗しちゃいましたね、前のやつね。まあ、そんなことありますからね、まあ、そこまで暴力を振るほどのことでもないんだけれども、まあ落ち着いてやったらね、いけますよね。まあまあ、しかしとはいえそういうふうにプレッシャーに負けて、試験中に飛び出す人とか、騒ぎを起こす人も いたという話ですからね、やっぱり試験というのは人間を変えてしまいましたね。恐ろしいですね。でもね、まあそういう話さえ聞いといたらね、かえって逆に安心するでしょう。まあ、そこまでのことはないはずですからね。で、まあ、落ち着いてやったらできますし、別にね、負けたって言え、まあ、命まで取られるわけでもありませんしね。まあそんな程度のことですわ。はい、今の時代ね、そこまで真剣になれることって少ないから、かえっていいのかもしれませんよね。だってこう今の時代ってどっちかというと生ぬるい感じでしょ。だからそういう風な試験のプレッシャー、あれってまたそれ独特の味があって、まあ人生で一回ぐらいそういうの味わっておいた方が面白いんじゃないかなと思いますね。一つの話の種にもなりますね。ということで、まあ次回土曜日は、初心者会やりますので、初心者会出る方は必ずこの動画
の登録と、メルマガの登録しておいてくださいね。でないと ID を送ることできませんので、ズームでやりますのでね。それがあるのと、ああ、そうですね、出てきたら必ずいいねを押しておいてくださいね。出席カードみたいなもんですからね。これって事業かよって言いたくなるけど、まあまあ気分転換に使っていただいたらいいんじゃないんですか。まあそんなことでやっておりますので、今日は何の話かなんかさっぱりわかんない。いつもそうやねんけど、いつもそうやねんけども。まあいいや、今日はこれでおらーす。